はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、こちらアシェットの、週刊セリカリフトバック 2000GT を作る、こちらの99号からですね、やっていこうと思います。今回で99、100、101、102までかな、をやっていこうと思うんですけれども、まあ、110号完結なんでね、もういよいよ、本当に終盤の終盤っていう感じになってきてますので、最後まで気を抜かずやっていきましょう。というわけで早速開封してやっていきます。はい、それでは99号やっていきましょう。99号はリアバンパーと給油口カバーの取り付けということで、まあ、リアバンパーとあと給油口のカバーですね、あと給油口が、付属してますので、こちらの取り付けをやっていきましょう。というわけでまずは、このボディを出してきまして、ボディの後ろ、この部分ですね、この部分にリアバンパーをはめ込んであげます。で、まあ僕の場合はね、塗装してるので多分結構きつい感じなんですけど、塗装してない人の場合はもしかしたら緩いとかもあるかもしれないので、その時はね、ボンドとかを使って、接着剤とかを使って固定してあげてください。こういう感じ、こういう感じでつくので、ちょっとなんか浮いちゃうんだ、よいしょ、あ、はまった、よし、グッとね、しっかりと奥まで押し込んであげたら、次に後ろの部分に、給油口をセットしてあげます。後ろのここですね、ちょっと色が乗ってないんですけどね、ここね、ちょっと色が乗ってないんですが、まあそんなに見える箇所ではないので、まあいいでしょう。で、この給油口に関してはちょっとゆるゆるなので、ボンドをつけておきましょう。このボディの方が金属なので、ゴム系の接着剤をつけて接着してあげます。こういう感じ、あっと危ない、ミラーが、こういう感じで給油口をつけてあげたら、次に、この給油口カバーに、この GT のエンブレムを貼り付けてあげます。ここのね、ピンに差し込む形でエンブレムをつけてあげる。で、緩い場合は、接着剤を使ってって書いてあるので、接着剤を使うんだけど、どこ行った接着剤、万能接着剤って書いてあるんですけどね、こことかは あれどこ行ったなまあいいや、結構ね緩いんですよね。まあまあ緩いからね、瞬間接着剤使おうかなと思ったんですけど、ちょっと今手元に置いてたはずの瞬間接着剤が見当たらないので、もうゴム系接着剤でつけちゃおう。もうね、テーブルの上がね狭いんでね、もう散らかりたい放題なんですけどね。
ちょっと緩いのとね、ちょっとエンブレムが反ってるんですよね。だからうまく固定が浮いてきちゃうんですよね、デコプリンセスだと。だからちょっとこうやってテープで押さえときましょう。これでね、固まるまで置いといてあげます。はい、で、次に、この吸光カバーを取り付けで、このヒンジのピンをまずここに差し込んであげて、でこの時にここのスプリングが、左右ともボディにしっかり挟まってるのを確認して、ここにビスで。でこれ、このビスがね、サラビスなので締め込みすぎると、多分このステーのヒンジのこの部分がね、プラなんで割れちゃうと思うので、締め込みすぎないように注意、ガタがない程度まで締めてればそれで OK だと思います。こんな感じで、あーちょっと待った、ミスった。ここのスプリング、この真ん中のここがね、下っ側に入っちゃうとまずいんですよ。失敗。これで緩めたぐらいで上がってくるかな。よいしょ。このスプリングがこのコの字になってるところを上に避けた状態でネジを締め込んであげる。こうしてあげたら、このコの字の部分をギュッとこっちに持ってきて、ちょっと待ってよ。この給油口カバーの裏側のこの丸い突起にこのスプリングのコの字になってる部分を引っ掛けてあげるって書いてあるんですけど、めちゃきついな、これ引っかかんのか、これよっよっ、結構硬いけど、まあここにこんな感じで引っ掛けてあげる、こういう状態でこの字を引っ掛けてあげるとパカンと閉まるようになります。こんな感じ OK かな。もうちょっと押し込んどこうか。これでね、何回かパカパカしてあげて、このスプリングが外れないのを確認したら、今回の作業は終了になります。まあちょっと心配な人はここに瞬着をちょんと持っといてあげてもいいかもしれないですね。はい、ちょっとね、マスキングテープ貼ったままの状態ですけども、これで一応ね、今回の99号の作業は終了になります。これで、ね、一応リア周りの組み立てが終わったっていう感じですね。まあナンバープレートはついてないですけど、はい、それでは100号やっていきましょう。ついに100号までやってまいりました。100号は、リフレクターとナンバープレートの取り付けということで、入ってる部品が、リアバンパーにつくリフレクターですね。リアバンパーにつくリフレクターのパーツとナンバープレートで、あと後ろのリアゲートのガラスになりますね、が入ってます。ただまあリアゲートのガラスは今回は取り付けしないので、これは取り置きという形になるので避けておきましょう。で、付けていくのはこのリアバンパーですね。リアバンパーのこの部分とこの部分
に取り付けていくので、パチパチとはめ込んでいきましょう。で、特に言うことがないあのね、はめて終わりなんですよこれ。なんで、あれ、おい、マジかマジか、はめて終わりなんですよって言ったんですけど、はめたら折れました。どういうこと。こんなん、ちょっと待ってよ。この爪がね、2箇所左右についてて、ついてたんですけど、片方折れちゃった。はめるだけなんですけど、むっちゃ硬かった、むっちゃ硬いんですね、俺ね。折れちゃったから、折れちゃったんで、しゃーなし軽く接着しときましょう。これなんでまっすぐ入れたはずなのにな。まあ、ちょっとなんで折れたんかわかんないんですけど、まっすぐまっすぐはめ込んであげたら、こんな感じではまってくれますね。で、こう返しがついてるんで、はめるともう外すのがちょっと大変になると思う。外すときはもうこのリアバンパーごと外してっていう感じになると思うので、まあちょっと気をつけながら入れていきましょう。で、次ナンバープレート、ナンバープレートはここに刺すだけで、まあ説明書にも緩い場合は接着しましょうって書いてあるんですけど、僕の場合、まあ塗装してあるのもあって、全然緩くなかったので、そのまんまつけて終わりって感じですね。こんな感じ。はい、これで、ね、一応今回の、100号の作業は終了になります。残り10号しかないのに、こんなんで大丈夫かまあまあ大丈夫なんだと思いますけども、はい、今回はこれで終了になります。はい、それでは101号なんですけれども、ちょっとね、101号は確認だけって形になるので、リアゲートウィンドウとリアゲートパネルの確認ってことで、まあ、窓枠ですね、リアゲートの窓枠と、あと内張りが入ってて終了になります。おいね、できればね、何かしら作業はあってほしいですよね。特に100号過ぎてるんでね、先にリアゲートを送ってくれてればね、リアゲートの阪急電車を先にしてあげれたんですけども、まだ来ないのでしゃーなしですねはい、こんな感じで、101号は終了になります。あとだから、阪急電車カラーにしてないのが、リアゲートとあとフロントフェンダーですねがまだできてないので、できればね、先そっちのパーツを送っていただきたいんですが、次号102号はてれん、あは、102号はエアダクトの取り付け。はい、それでは102号やっていきましょう。102号は、エアルーバーの取り付けということで、Cピラーのところにつくこのエアダクト、これって開口は多分されてないと思うんですけどね、こういうパーツを取り付けていこうと思いますので、こちらドーンとボディを出してきまして、ボディにこれを取り付けてあげます。で、裏側に LR って書いてあるので、左右間違えないように、気をつけてやりましょう。L のパーツを、なんかバリが、L のパーツを O に差し込む。で、上下で穴のサイズが違うので、間違えないように、間違えようがないですね。はい、こんな感じ。
こんな感じで取り付ける。まあこのエアルーバーもね、このリフトバックの特徴の一つだったりするので、これもしっかりと別パーツで再現されてます。よいしょ。でまあ僕のやつはこれ色をね阪急電車カラーに塗ってるので、こう差し込んだらねそれでピタッとはまってくれるぐらいの渋みになってるんですけど、これもしかしたら塗ってないそのまんまで組み立ててる人、そのまんまで組み立ててる人はここがねちょっともしかしたら緩いかもしれないですね、こうの差し込みが。その場合はまあなんか接着剤つけてあげるなりしてあげたらいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じ、こんな感じで、エアルーバーの取り付けが完成しました。今回ねこれだけなんですよね、今回はこれだけで、でエンブレムがねあと3つ、じゃあ2つか、エンブレム2つとあと鍵穴がついてくるんですけど、これはリアハッチにつくものになるので、これは、取り置きっていう形になります。はい、これで一応今回の102号の作業は終了になります。で、次103号ですね。103号なんですけども、103号では、リアハッチの組み立てと取り付けっていうことで、やっとねリアハッチが来て、ボディに取り付けるところまで行くみたいなので、次回はちょっとだから塗装の作業が入るので、ちょっとアップが、何日か遅れるかもしれないですけれども、色塗って組み立ての方やっていきますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報を見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。